第1話、首の呪い。神奈川県、O、C、3、30歳。昔の話です。公子刑は一般に即死するものと考えられていますが、実際のところ死刑執行人の話では、何分ももがき苦しむ人がいたようで、その際、ある刑務官は首をへし折り、死刑を遂行しました。その後、彼の子が誕生しました。でもいつまで経っても首が座らなかったそうです。第2話、神様の卵。岡山県、I、T、3、39歳。俺が子供の頃、母方の祖父が養鶏場をやっていた。祖父が死んで今は人手に渡ってしまったが、まだ祖父が元気だった頃、夏休みの度に遊びに行っていた。どういう経緯だったか前後がはっきりしないのだが、俺が手に卵を持っていて、そして祖父がこう言った。それは神様だから渡しなさい。祖父に卵を手渡すとき、ギョロ。という、音というか気配のようなものが卵の中で動いて、それに驚いた俺は、落としてしまった。割れた卵から真っ黒い毛のようなものが見えて、それを祖父はすぐに踏みつけた。嫌な音がした。俺は、その出来事を気にしていたらしく、その次か、次の次の夏あたりに祖父が教えてくれた。この養鶏場があるあたりは昔沼がちだった土地で、何かの神様を祀る社があったらしい。祖父の先代が土地を買い取った時にその社を裏の山に移したのだが、それ以来、ごく稀に無精卵の中に奇妙なものが混ざり始めたそうだ。それはどういうものなのか、祖父は教えてくれなかったが、神様なのだという、俺は、それを聞いて、やたら怖くなって体が震えた。今にして思うと、それは神様で、そして殺す、という文法が怖かったのだと思う。悪霊だから、殺す。と言われれば納得したかもしれないのに。祖父の葬式の日、出棺の最中に鋭い笛の音が響いた。周りにいた全員が耳を塞いで騒然となったけど、俺は、なぜか心の使いが取れたような気がした。説明できないが、納得した。ごめん。わけわかんないな。第3話、親父院女子アット修学旅行、神奈川県、B、E、3、18歳。幽霊よりも生きてる人間の方が怖い。というやつもいるが、それは違うな。幽霊は理不尽なことで精神的に追い詰める上に、わけのわからない力も使う。そこへ行くと人間のなんと脆弱なことか。さて、俺も少し前にあった会について話しておこう。5月頃に修学旅行で青森秋田岩手に行った。当然、女子も男子も教材くらいに張り切っていた。電車を途中で乗り換えるとき、女子の最後尾でノロノロと歩いてる奴らが立ち止まった。先生が、どうしたんだ、早く来い。と言いながらその女どものところへ走って行ったんだな。そしたらいきなり女子の、あっちの人が見える。という噂の子が、先生、止まって、とかな切り声を上げた。なおも先生は女子のところへ走り続ける。なので、仕方なく俺と友人が先生の後についていった。立ち止まってる女子のところへ行ったら、三人の女子の一人がなんか胸を押さえてうずくまってるように見えた。他の二人が心配そうに見てる中で、先生がそのうずくまってる女子に話しかけていた。すると、九段の女子がいきなり、若造が、私に何をする気だ、と別人のような声で怒鳴った。その後俺をなんと線路に突き落としやがった。その時、俺は、ああ、俺死ぬんだな。とか思いながら落ちていた。まるで一瞬が永遠のようにも感じた。で、女子の方に偶然目が向いて、俺は、恐ろしいものを見た。まるで、黒い球体が円錐を出して、女子に突き立てているような。そこまで理解して、俺は、
背中から線路に落ちて気を失った。その後、運よく電車は来なくて、先生たちに助けられたらしい。ちなみに女子は、その後俺が証言したことにより、そのまま恐れ山直行だった。ネタではない、未だに思い出すと身震いが起こる。読みづらくても許してくれ。第4話、空色チェンジャー。鳥取県、J、K、さん、18歳。俺が消防の頃の話。近所の男の子と遊んでたら、その子が、秘密の場所に連れて行ってあげる、と言い、見たこともない場所に連れて行ってくれた。野原みたいなところで、遠くに青っぽい塔と家があった。しばらくそこで遊んだ後、その子が、今から目をつぶって、10秒経ったらパッと空を見上げて。と言ったから、目をつぶって10秒後にパッと目を開けて空を見上げたら、愛知面が綺麗な緑色に染まっていた。空には雲一つなくて、一面が少し青が混じったような緑だった。その子が、じゃ、また目を閉じて10秒数えて、と言ったから、再びそれをしたら、空は元通り青色に戻っていた。その後、すぐその子は引っ越していった。引っ越し場所は聞いていない。彼がいなくなった後、一人であの場所に何度も行こうとしたけど、二度と行けなかった。そのうち俺も引っ越すことになり、以来そのあたりには訪れていない。最近このことを親に聞いてみたら、あれ？そこのことは覚えてるけど、そんな子いたっけ？あのあたりにはあんたぐらいの子は女の子しかいなかったじゃん。って言ってた。あれが何だったのかはわからないけど、あの綺麗な緑色は今でも目に焼き付いている。第5話、単細胞の彼氏、兵庫県、E、N、さん、27歳。私には3年間付き合っていた人がいました。私の職業柄、家に閉じこもりきりになることが多く、また忙しくもあったので、なかなか彼には会えませんでした。ある日、久々にデートして、夜は私の家でまったりとしていたのですが、私の仕事のことで喧嘩になり、それが原因で別れてしまいました。悲しい別れがあっても、仕事はあるので、今まで以上に打ち込みました。別れてから3ヶ月くらい経ったある日、ドアポストに何かを入れ込む音が鳴ったので、ピザ屋のチラシかなんかだろうと思いながら、取りに行きました。毎日忙しい君へ、これを貸してあげます、と書かれた手紙と小さな袋が一つ、中を開けてみたら、切断された猫の手が入ってました。後日談ですが、もちろん君が悪かったので警察に連絡。手紙の筆跡が彼に似ていたから調べてもらったところ、彼が犯人でした。第6話、フローの続聴能力嫁。奈良県、A、M、さん、22歳。俺のおじの嫁さんは、子供の自分から不思議な力があったそうで、近所の事故を予言したり、死んだはずの親戚を目撃したこともあったという。結婚前のある時、おじは嫁さんを初めて自分の両親に会わすため、熊本の実家に向かった。その途上、嫁さんの力を面白がっていたおじは、実家がどんな家か予想させてみた。その描写は、玄関がこうとか庭がこうとか驚くほどよく当たっていたそうだ。ただ風呂はステンレス製だと答えたのが間違っていた。風呂はじいさんがこしらえた木の風呂だったのだ。ところが実家についてみて、おじは自分の知らぬ間に、ガタの来た風呂がステンレスにリフォームされているのを見てゾッとしたという。そんなおじ夫婦にも子供ができたが、この子が生まれつき体が弱く、入退院を繰り返している。再来年から小学生だが、ちゃんと通えるかわからない状況らしい。あんまり自分に近しい人には、あの不思議な感は全く働かないのだ、と嫁さんは言っていた。おしまい。第7話、闇に葬られた事件、福岡県、D、A、さん、30歳。朝鮮戦争の頃、米軍キャンプに、
前線に送られる予定の黒人兵が集められていた。彼らは武装し、トラックで集団脱走。その数200人余り、町は脱走兵たちによる婦女暴行、強盗、殺人で地獄絵図と化した。5日後、正規部隊が市街戦を立て、脱走兵たちを鎮圧、被害は届け出があっただけで70数件。もちろんこの事件は報道されなかった。今から50年ほど前、日本で本当に起こった事件。届け出の70数件はほとんど強盗に関してではないかと思います。当時のことですから、強姦事件は泣き寝入りだったのではないでしょうか。今でもこの地方では色の黒い人が多いと言いますが、真偽はわかりません。私は、この町の隣の市に住んでいます。この町に住んでいる友人もいますが、事件についての話は一度も聞いたことがありません。日本は被害者なのに、なぜか隠蔽されているという恐ろしい事件です。その事件をもとに、松本清張が、黒字の絵、という作品を描いているようですね。そのうち読んでみようかの。第8話、命をかけたひょっとこダンス。大阪府、N、H、3、28歳。俺のじいさんにはいとこがいたらしいんだが、10代前半で亡くなっている。それがどうも不自然な死に方だったというので、死んだ当時は親戚や近所の連中にいろいろ騒がれたんだそうだ。戦後すぐの、物がない時代のある日。そのいとこは友達と、何か売ったり食べ物と交換したりできるものはないかと、実家の蔵の中を漁っていた。そのいとこはうちの本家の人間だったので、蔵にはガラクタとも骨董品ともつかないものがごちゃごちゃとあったらしく、その中から何か見つけてやろうと思ったらしい。探しているうちに、ひょっとこのお面を見つけたそうだ。そのお面が気に入ったのか、いとこはそれをかぶって通りに飛び出し、でたらめに踊り出した。もちろん一緒にいた友達連中にもバカウケで、ひとしきり大騒ぎして、そのまま夕方までひょっとこの面をかぶって遊んでいたらしいんだが、そのうちにいとこが何かにつまずいたか、突然転んで道に倒れて動かなくなった。最初はふざけてるのかと思ったが、呼んでもゆすっても返事がないので、様子がおかしいと思い、すぐに抱え上げて、本家の座敷に連れて帰った。倒れたままの状態で、身体はほとんど動かないが、かすかな声で、面を面を取ってくれ、とうめくのが聞こえる。慌ててひょっとこの面を取ると、顔色は土色、唇は紫、すっかり正気がなくなっていてまさに死人の顔だったという。もうほとんど呼吸もはっきりしない状態のいとこを見て、家族も半ば覚悟して医者を呼んだ。いとこが倒れてから医者が来るまで実に30分と経っていないはずだった。しかし、駆けつけた医者はいとこを少し見てすぐに、厳しい調子で家族に言った。どうして放っておいたんですか？亡くなってから半日は経ってます。第9話、傷病兵？愛知県、B、G、3、35歳。僕の体験談を書いてみます。軍事板を見ていて思い出しました。確か5、6歳の頃、当時名古屋に住んでいた僕は、家族と押す、名古屋の地名、に車で出かけ、後部座席から外の街並みを見てました。そして片側一車線の途端でできたアーケードが両側に広がる通りに入った時、子供心に異様な風景に気づきました。商店が連なる通りの歩道に、真っ白な服を上下に着込んで、薄緑の帽子をかぶった人たち。何か漢字が筆で書かれた T 字型の棒につけられた、のぼりのようなものを掲げて、転がったり、座ったりしている。それは足や腕のない、3人くらいの男たちでした。子供なので、その人たちが何をしているのかわからず、やり過ごしてしまったのですが、家に帰ってから父や母に聞いてみると、気味悪がられてしまいました。気づいてなかったみたいです。後になってもう一度、
中学生ぐらいの時、家族に聞くと、僕が見たのは傷病兵だったみたいなんです。昭和50年代頃の名古屋に、物乞いの傷病兵がいたかどうかはわかりませんが、今思い出す時になって仕方ありません。ちなみに僕は、いきなり知らない声に名前を呼ばれたり、道を一人で歩いてて突き飛ばされたりした経験があります。体重は、くねくねだしと父の姉、滋賀県、S、I、3、24歳。最近ネットで、くねくねに関する話を読んで、本当にびっくりしました。自分も同じようなものを見たことがあったので、小学校1年生の夏休みに、確かお盆で、曽祖母の家に行っていました。曽祖母の家は、近くに国道は走っているものの、電車なんて一本もない田舎です。父は3人兄弟の長男で、今回の法要は曽祖父のものでした。一通り法要も終わり、父と田んぼの周りで遊んでいた時のこと。遠くに白い人間が立っていたのです。正確には人間でなかったのかもしれません。それはくねくねというよりも、風に全身がなびいている感じで、踊っているようにも見えました。そう思うと、突然小さくなったり、また元に戻ったりと、奇妙な動きをしていました。父は気づいていない様子だったので、お父さん、あれ何？と言って指を指しました。父はそれを見た途端、僕を抱えてものすごい速さで家まで走りました。あまり足の良くない父が必死になって汗だくになって走ったので驚き、途中何も言えませんでした。曽祖母の家に着いてしばらくしてから、父に、あれは何だったの？と聞くと、知らなくてもいいことなんだよ。絶対に友達なんかに喋っちゃダメだよ、と言われたのですが、その日から3泊程度曽祖母の家に泊まる予定だったのですが、急に父が、帰るぞ、と言い、帰ることになってしまいました。いつもは帰る日になっても、もっと泊まっていきなさい、と言ってくれる曽祖母も止めなかったので、幼心ながらにも、何かおかしいなと思いました。自分の家に帰って間もなく高熱が出て、病院では、何が原因かわかりませんが、肺炎です。と診断され、しばらく昏睡状態に陥りました。結局、病院は手の施しようがないと言って、ひたすら栄養の点滴をしていただけだそうです。突然意識が戻ってから、2週間程度で退院できました。しかし医者は、原因がわからない、と言ってしばらく通院させられました。そしてそれ以来、僕は、一度も曽祖母の家には連れて行ってもらえませんでした。親戚の葬式にも参加できませんでしたし、一家でお盆も正月も帰省することはなくなりました。母から聞いた話なのですが、父には一人姉がいて、どうやら父と姉はあれを目撃してしまったようなんです。そして姉がそれを見ようとして近づいていき、姉だけが言ったそうです。しばらくすると姉は帰ってきたのですが、終始ぼーっとした表情のまま、まるで廃人の様になってしまったらしく、父が小学校3年生の頃、姉はどこかに連れて行かれてしまったらしいです。母も結婚する前、一度だけ父に聞かされた話らしいのですが、他の方が目撃されたものと同じものじゃないかと思います。第11話、ぶら下がりハンド、千葉県、E、R、3、25歳。仕事で、とあるビジネスホテルに泊まった時の話。そのホテルはエレベーター側から順に12356と、部屋番号が割り振られていて、自分の部屋は208だった。出張2日目ということもあって、当たり前のようにエレベーターを降り、部屋に向かおうとした時、誰かが202号室のドアノブを掴んでいた。正確に言うと誰かの手だけが、ドアノブにぶら下がってるような状態で、ものすごく異様な光景で、怖いというより、不思議に感じてしまった。落ちなしで済まそう、後で考えたら、そこを素通りしてきたことにガクブルだった。
第10位は、友達ドミノ。愛知県、R、S、さん、19歳。今年の春くらいの話です。友達、二人、が泊まりに来てて、菓子とか持って2階の自分の部屋に向かってたんですよ。自分が一番前だったんですけど、上がるの。階段の終わりぐらいで、二人が急に背中を押して、早く、ってせかすんです。その声が妙に切羽詰まってたんで、急いで階段を上がって、すぐの自分の部屋に駆け込んだんです。どうしたのさ?って聞いたら、一番後ろで上がってきてた子が、誰かが、私の、背中、押した。誰も、いなかったのに。第13話、こっくり3対1話のカラス、大阪府、H、E、さん、25歳。最初に書いておくが、これは他のやつ数人にも聞いて裏を取った実話なんだが、俺の高校の時の連れが、大阪の南の方で中学時代に経験したらしい話を、最初はみんなで気楽にこっくりさんやっていた。が、途中でものすごいスピードで指が動き出した。それまでは校庭で残って騒いでる奴らの声や、廊下を行き来する者たちの声や気配が、していたのだが、急にそれらの気配が消え、静まり返った教室。指が離れないし、十円玉の動きに翻弄されるまま、冷や汗を流していた。急に静まり返った空間で、一人が白目を向いて、何か呪文のようなものを唱え出した。しかし、そいつは泡まで吹いてるのに十円玉は動いてる。全員ビビって、なんとか指を離し、机ごとひっくり返った。座り込んだり、逃げ出そうとした奴もいたが、さっきまで開いていたはずの扉が、鍵がかかったかのように動かない。扉に張り付いたまま恐怖に叫び出す彼ら。だが、俺の連れは見たんだ。白目を向いて、泡吹いた奴が呪文を唱えながらあさっての方を向いてるのに、指がゆっくりと動いて、こ、ろ、し、て、や、る。脳告げが繰り返されるのを、その場にいた全員の名前や家族の名前まで次々と、その瞬間、ガラス窓を歩けた魂音とともに、大きな黒い塊が、ギョエー、という叫びながら飛び込んできた。それは、そのまま、まっすぐロッカーに突っ込むと叫び声を上げて動かなくなった。ガラスが飛び込んできて、死んだのだ。第14話、逃げ足の速いカップル。岐阜県、S、K、さん、21歳。犬の散歩の途中、雑木林の中に、誰かいたんだよ。それで、最近、変な事件も多いし、と思って足を早めたら、どうも、カップルみたいで。まったく、この寒いのにご盛んなようで、とか思ってたんだけど、様子が変。あんま人様の行為を覗くのは、とは思ったんだけど、どうも気になる。そしたら、女の方が走ってくる。で、事件変える、と思って、男の方を見たんだけど、いない、走ってきたはずの女もいない。ほんと、1秒、2秒の間に、消えた。勘違いかもしれないけどな。街灯の明かりの下に立ちすくんでしまったよ、ほんと。第15話、エスカレーターかにかに少女。神奈川県、W、M、さん、30歳。通学時の話。俺は、RCA 地下鉄の駅を使ってる。大抵の地下鉄の駅と同じように、その駅もホームから。エスカレーターか階段を登って外に出るようになってる。ちなみにエスカレーターは2列あって、俺はいつも左側を使うようにしてる習慣かな。この前、いつものように半分眠りながら左側のエスカレーターを登ってた。ちょっと遅刻気味だったから駆け足だったんだけど、二
ふと右の方から視線を感じてそっちを見た。そしたら右側のエスカレーターから、手すりに両腕を乗せて、ニコニコしながらこっちを顔で追ってる小さい女の子がいたのね。ああ、私立に通ってる小学生かな。と思って、そのまま他の電車に乗り換えたんだけど、あることに気がついてゾッとした。その女の子、ニコニコこっち見ながら、その場に、静止、してたんだよ。エスカレーターって常に動いてるから、同じ位置に静止するためには、エスカレーターと同じ速度で逆方向に運動しなきゃならない。でもその女の子は手すりに両腕を乗せてニコニコしてただけ。アトロから来る人たちも、女の子を避けて登ってただけで、誰も不自然に感じてないようだった。あれは何だったんだろう?2003年12月上旬、横浜市営地下鉄あざみ野駅での出来事です。第16話、異次元埼玉。埼玉県、H、A、3、27歳。僕は、今、仕事の関係で埼玉北部の慶長に住んでいますが、不思議な場所というか、時間経過が明らかに早い場所があります。仕事の現場近くで、車を止めておくと、車の時計が必ず狂ってしまい、決まって時計が進みます。デジタル、アナログ関係ありません。デジカメの内蔵時計なんかも進みます。その場所は、山の中腹で、特に目印になるようなものもありません。作業する場合、みんないつもそこに車を止めて、現場まで歩いて移動する、というところです。僕だけではなく、みんな同じような現象を経験してます。ちなみに、作業現場では時計は狂わないので、車を止めてるごく限られた範囲だけだと、思います。あと、不思議なのは、車のバッテリーが上がりやすいこと、そして、デジカメや何かのバッテリーも、満充電にしてきても、一日置くと半分に減っていることです。一回、そこにデジタル腕時計を置いて帰ったら、次の日には、14時間後くらい、2時間半進んでました。それと、そこで測量するトレーザーがまっすぐ飛びません。あと、その辺だけ妙に空気が暖かいんです。その場所が地元で知られているかどうかは知りません。第2話、窓に佇む喪服の女。神奈川県、R、R、3、25歳。中学2年生の頃、浜松にある祖母の家に行き、そしてまた横浜に帰るために新幹線に乗っていました。私一人だけでしたが新幹線の中では漫画を読んだり、風景を見たりで、さほど退屈しませんでした。新幹線は空いていました。空席の方が目立っていました。漫画は飽きて風景を見ていたのですが、新富士あたりで長いトンネルがあるんです。そこに新幹線が入った時、当然窓には車内が映るじゃないですか。そこに私の方を見ている女性がいるんです。喪服のような黒い服なのが印象的でした。何見てるんだろうなと思いつつ、こっちが窓の反射越しに見ているのがバレないように、様子を見ていました。だけど一向に立ち去らないんです。表情も何か無表情に見えました。さすがに不気味に思えてきました。明らかに私を見てるんです。だけど怖くて振り向けない。その時は幽霊とかじゃなくて変な人かなと思っていたけど怖かった。かなりトンネルが長く感じられました。トンネルを抜けて、日の光が差し込んできてほっとしました。それで後ろを振り返ってみたけど、いないんです。女の人がさっきまで反射越しに見てました。だけどトンネルを抜けた瞬間消えてたんです。それから今現在まで、何も悪いことは起こっていません。だから良いのですが、でもあれは絶対幽霊だと思います。第3話、黒い魔を捉える野獣の瞳。富山県、J、M、3、27歳。
私の友達の話。友達はそんなに霊感が強いわけじゃないんだけど、その子は昔から自分を見てる奴がいるらしいのです。奴は全身真っ黒で、影みたいな感じで、目だけが黄色いそう。友達が物心ついた頃からいたと言っていました。テレビを見てるとテレビの後ろにいる。友達が部屋にいるときは部屋の隅にいる。学校に行くときは玄関にいる。見送ってるみたいに。お風呂に入るときは脱衣所にいたり、トイレから出てくるとドアの外にいたり。何をしてくるでもなく、ただ一歩いたところからいつも見てるだけ。友達も怖がる様子もなく。あいつ私のこと好きなのかな、わら。と言っていた。また、家の外には来ないそう。昔は怖かったけど、見てるだけだからもう気にしないとか。私にとっては無言の存在がガクブルなんですけど、これって何なんでしょう？守護霊ではないよね。友達は猫飼ってるんだけど、猫がよく黒いやつに向かって泣いたり、じーっと見たりしてるんだって。でも家族には黒いやつが見えてないから猫の行動に不思議がってるそう。猫たんには見えてるんだね。エッチの時はどこにいるんだろう。エッチの時は壁と家具の隙間に入ってくらしい。あと、トイレの中には来ないんだって。風呂は脱衣所で待ってる。こう書くとなんか可愛い？けど、実際自分にそんなのがいたら怖くないですか？こうやって書いてる時も少し遠くから見ていたり。あと私のうちにも猫がいるんだけど、寝てたのにいきなりバッて起きて、何にもない壁の方がん見してたり、普段もどこか見つめていたりします。その壁の方を見て、うかかか、と威嚇の声出したりする時があるよ。猫飼ってる人はわかると思うけど、窓の外の鳥を見て変な威嚇の声出す時ありますよね。届かないものに対しての声というか、うちの猫にも何かが見えているんでしょうか。またそんな声を出すってことは手の届かないものと分かって見ているのでしょうか。第5話、ご近所半余人、東京都 N、N、3、40歳。知り合いに H さんという人がいる。H さんは会社をすでに退職した身で、退職した後で少し体を悪くしてしまった。それ以来、医者の勧めで、家の周辺を毎夕、散歩することにしているらしい。H さんの家は、山の手の閑静なところにあり、近所付き合いもあまりない。周囲を出歩くことも少なかった H さんは、やっと今になって、自分の住んでいるところを見て回る機会に恵まれたという。そんな H さんが、ある話をしてくれた。ある日の夕方、H さんはいつも通りに家の周囲を散歩していたのだが、今日に限って少し遠出をしてみることにしたという。家から少し離れたところに神社があり、そこへ寄ってみたのだ。神社の奥には鬱蒼とした森があり、H さんはそこへ足を踏み入れた。霧の間から光が差し込み、日暮らしの鳴き声があたりに響く。森の中はひんやりしていて、とても素晴らしい場所であったらしい。初めて来たけど、いい場所だなぁ。もっと早くに来ていればよかったなぁ。H さんはそう思い、さらに奥へと足を伸ばすと、突然、目の前が急に開けたらしい。深い緑色の水がそこにあった。そこはため池だったらしい。それにしても、大きな池であったが、周囲に木が生い茂り、池の中も水草でいっぱいであり、魚も多くいそうだった。H さんは、自分に釣りの趣味があればよかった。などと思いながら、池の周囲を散策していた。すーっと、H さんの目の前をトンボが飛んでいったとき、ぼちゃん、水音がしたそうだ。H さんが首を回すと、岸から4から5メートルくらい離れたところの水面に大きな波紋が広がっていくところだった。魚でも跳ねたのか？そう思った H さんの目の前に、突然、それ、が浮かび上がったらしい。ボール？ H さんははじめそう思ったそうだ。それは灰色のぐちゃぐちゃしたボールに見えなくもなかった。ちょうど、サッカーボールくらいの大きさだったらしい。誰かが、池にボールを落として、それがガスが抜けて、浮かび上がってきた。
H さんはそう考えたそうだが、それにしてはボールがおかしい。ボールの表面に、血管のような網膜模様がわしり、黒い二つのビー玉のような穴があって、こっちを見ている。それは、まるで目玉のように見える。魚臭い匂いがあたりに漂ってきた。その時、キキ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 キ。突然日暮らしの大合唱が始まり、森はその声に包まれた。H さんの注意は、その瞬間、森へと向けられた。そして、はっとした彼が、池に視線を戻すと、そこには緑色の水が広がっているだけだった。H さんが言うには、それ、は、マネキン人形の頭部のようだった、というらしい。髪の毛も何もないマネキンそっくりだった、と。もっとも、普通、池の中にマネキン人形などがあるはずがない。H さんは、現在も変わらず散歩を続けているが、以前とはそのコースが微妙に違うという。第8話、恐怖の大久保っ子。神奈川県、B、N、3、23歳。私が母に、何か怖い話ない?と聞いたとき、母がいやいやながらに語ってくれました。母が17歳くらいの頃、母のお母さん、私にとっての祖母です。が病院に入院した時の頃です。夜、母が姉と一緒に一つの部屋で眠っている時、玄関の開く音が聞こえました。祖父は少し前に他界していたそうなので、誰だろう、と母は不思議に思ったそうです。耳を澄ましていると、足音とともに今辺の襖が開く音が聞こえたそうです。そして、また次の襖が開き、次の襖。まあまあ年代の言ってる方ならわかると思いますが、昔の家は大きな長方形型で。部屋は襖で仕切っているだけなので、襖を開けていけば、家の端から端まで部屋がつながるんです。そうしてだんだん自分たちの部屋に近づく足音に耐えられなくなり、母は姉を起こそうとしました。しかし起きてくれなかったそうです。もうどうしようもなくなり、母が布団をかぶると、自分たちの部屋の襖が開いたそうです。怖さで、布団から出ようなんて思いもしなかったと言っていました。しばらく沈黙があり、その誰かはまた一つずつ襖を閉めて帰っていったそうです。母は怖いものが大嫌いで、アンビリバボーとか全然見たがりません。なので、作り話とは到底思えません。家に入ってきた誰かは泥棒だったのでしょうか?母は、きっと、私とお姉ちゃんがまだ若くて心配だったから、私のお母さんが病院から様子見に来たのよ。と言っていました。第9話、骨折、力娘、新潟県、J、M、3、32歳。以前働いていた同僚の女性の話、その彼女にはお兄さんがいて、バイクが非常に好きだったらしく、よく運転していたそうだ。そんなある日、そのお兄さんが事故を起こしてしまった。若い女性をバイクで跳ねてしまった。女性は足に怪我を負ったらしく、その相手の家族は裁判まで起こしてきた。裁判中は気が気じゃない毎日で、かなり大変だったらしい。今現在は平穏に生活をしているそうで、俺はただ愛の手のつもりで同僚に、お兄さん大変だったねー、と、一言。すると同僚は、うん、本当に大変だったよ。その怪我させちゃった女性のお父さんが社長修理機だったんだよね。ネタのようでマジにビビった。第10話、おしずく様。新潟県、W、W、3、20歳。中学の頃、こっくりさんのあゆうでおしずく様というのが流行っていた。10円玉の代わりにペンを数人で軽く持ち、自動筆記を行わせる。といった感じの儀式だった。その異変までのお楽しみ具合は、まあ他の話と同じだから省くとして、俺も結構参加していた。女の子と楽しく過ごせたから。
俺自身はこの手の類のものは信じていなかった。でも、女子の反応が面白いから、真剣を装って、あるいはオカルトトークで不安を煽ったりしていた。俺は、女子と楽しく過ごせればよかったのだ。ペンがなんで動くかはどうでもよかった。どうでもいいと思っていたのが気に食わなかったのか。ある日、異変は起きた。突然、ペンが異様に動き出し、今までなかった長文を筆記し始めたのだ。詳しい内容は覚えていないが、まさに罵詈雑言、思いつく限りのろくでもない言葉を書き連ねていった。中学の女子のボキャブラリーで書ける内容じゃないし、いたずらで動かせる速さではない。俺が止めようとしても止められないし、他の娘の指は、離れないようなのだ。女子が悲鳴を上げ、教室内はパニックになった。尋常でないことが起こっている。それは分かっていたが、俺は、意外と冷静だった。相手ペンだし、どうにでもなると思いつつ、乱文の内容を目で追っていた。すると俺の名前が出てきた。さすがにヨッとした。ペンは俺に対する暴言を書き殴っていくのだ。半分動揺し、半分ムカつきながら、やはり犯人はこの中。ペンを持ってる4人。にいるのではないかと疑ったが、どうもそうではないようだ。全員顔が必死だった。ペンは未だに俺を罵り続けている。そしてついにはお前は死ぬ、お前を殺す、といった文を書き始めた。温厚な俺も軽く切れた。殺すだと？ふざけるなよ、てめえ。空いてる手で消しゴムをつかみ、ペンに殴りつける。シャープペンには消しゴムだおらー。反射的に取った行動で、別に意味はなかったのだが、ペンは吹っ飛んだ、馬車という水音とともに。俺たちを抑えていた妙な力は消え、やっと怪異から解放された。後には床に落ちたシャープペンと、小さな水たまりが残っていた。俺の勝ちだという、してやったり感があった、女子は呆然自失状態、中には泣き出す子もいた。たたりを怖がる子もいたから言ってやった。奴の呪いは全部俺に向かうだろうから心配するな。〇〇くんは大丈夫なの？名前出てたわよ。タヌキやキツネに負けるかよ。返り討ちにしてやるよ。思い込みだけで参ってしまう人もいる。俺の目の前でそんな奴は出したくない。不安を払拭させるために、当たり前のように言い切った。しかし、内心は震えていた。ペンが動くのはどうでもいい。しかし、あの水は一体何なんだ？シャープペンから、大量の水が溢れ出した。大量と言ってもたかが知れてるが、ペンの体積よりも多い水量だった。呼び出した者がおしずく様、しずく？水？国理とは別物の何かなのだろうか。敵を砕いた実感があったが、得体の知れないものが相手で不安があった。死の宣告も不気味だったので、その消しゴムをお守り代わりに持つことにした。その後、学校でおしずく様が行われることは二度となかった。あの消しゴムは、卒業後、感謝をしつつしっかりと使い切った。第11話。俺は、変態バイブ男、大阪府、S、J、3、30歳。朝、出勤前電気シェーバーが壊れたと言っても網の部分が割れただけだった。仕方がないので、帰りに部品だけ買いに行こう。と思い、シェーバーをセカンドバッグに入れ、仕事に出かけた。その日の御堂筋線の車内はいつものように混んでいた。本町から乗り込み、流れるまま奥へと進んだ。やがて、次の淀屋橋に着くと、さらに奥へ通された。気がつくと、前後左右と女性に囲まれてしまった。すし詰め状態の中、セカンドバッグが前の女性の臀部と、右横の女性の腰の間に挟まってしまった。突然、電車が、ガクンと揺れ、その拍子にブイーン。振動とともに怪しい音が、変態だー。変態と思われる。慌ててバッグを引き抜く、無情にも音は鳴ったまま、ブイーン。周りの女性の視線が突き刺さる。これはヒゲ剃り機。
ひげ剃り機なんですよ、と心の叫び。証明しなければ、と思い、バッグを開けた、壊れたシェーバーを止めようと。ガガガガガガガー、ものすごい音がした。割れた網の部分のせいで、変態の汚名は晴れらせたものの、車内中の視線を浴びることに。次の日からは、出勤時間と車両を変えるようになりました。これはオイラの中ではアスト3に入る恥ずかしい体験でした。第13話、もぐもぐカッター、富山県、W、U、3、17歳。最近体の調子がおかしい。普通に生活しているとすると意識が途切れることがある。ちょうどい眠りをする感じで、最初はそれだけだったけど、最近は意識のない時に動き回っているようだ。部屋で本を読んでいて、気がついたらお風呂場で服を脱いでいたこともある。その日はもう入った後だった。学校では意識しているせいか、そういうことはないが、一日の疲れが出る夕方が一番危ない。ある日、気がついたら部屋にいたはずが台所にいて、手にカッターを持っていた。危ないなぁ。と思いつつ部屋に戻ろうとした時に口に違和感を感じて、舌で探ろうとすると激痛が走り、思わず声を上げると、口からバタタッと血が滴って慌てて洗面所に行って口を開け、痛みをこらえて中を探るとバキバキに折れたカッターの刃が出てきた。私は、夢うつつにカッターの刃を食べていたようだ。他にも、何食べたか知らないけれどお腹いっぱいになっていたりすることがある。私がそうなっている状態を見かけたことのある母曰く、そういう時の私は、三白眼になっていて、結構怖いとか。第14話、塩で追っ払われた、ドジっ子少女霊。石川県、S、U、3、27歳。ペット科の新築マンションの1階に住んでるんだけど、ペット用の出入り口がないので、玄関以外の戸はいつも少し開けたままにしてる。ある日の夜、目の端に何か動いてるのが見えた。猫かなと思ったけど、うちのと違う白っぽい色だったんで、何気なくドアの方を見ると。一瞬、白い女の子が、半分だけ顔を出して覗いてた。と思った瞬間にはもう消えてて、霊感とか全くないし、新築だし、なんとなく、気のせいだなと思った。しばらくして、洗濯物をしまおうとタンスを開けたら、引き出しから、その子がまた顔半分出して、こっちを見てた。ぎょっとして、思わずそのまま思い切り閉めて、後ずさったんだけど、服が引っかかってしまって、きちんと閉まらなかった。もう一度開ける勇気もないし、かといって、少し開いたままなのも気になるし、怖いので猫を抱いて、恐る恐るタンスに近寄った。なるべく見ないようにして、挟まった服を定規で押し込んで、引き出しを閉めた。そして、猫を抱いたまま無理やり眠った。次の日、昨日のは気のせいかもなぁ。と思いつつ、庭に出ると、2階の洗濯物が落ちてた。拾って届けに行くと、その玄関には森塩がしてあった。見た瞬間ゾッとした。だからうちに来ちゃったのかな。それ以来、少し開いたドアや引き戸が、ものすごく怖い。第16話、やけにさらっと語られる、B2B こぼれ話。神奈川県、W、G、3、25歳。皆さんは、ケインケイという名の動画ファイルをご存知ですか？ものの12秒ほどのファイルなんですが、1から8秒までは真っ黒で、9秒目に一瞬だけ、暗がりに東南アジア系の男が映ります。その後また真っ黒になり、一番最後に、振り下ろされる鉄パイプのようなものと、鏡込む後ろ姿の女が映ったと思うと、動画がぶつ切れて終わります。まあ、動画だけ見ればそれほど怖くはないんですが、問題は別のところにあるのです。私がこのファイルの存在を知ったのは、掲示板でいつもレスを交わす相手に画像ファイルをいただいた時に、
アップローダーに貼るように頼んだ ZIP の中にこれが紛れていました。相手にお願いしたのは JPEG 画像数点だったので、フォルダ内の一つだけ。KNK、MPEG の動画拡張子というのは明らかに変でした。何かの冗談かと思い、その場で相手に動画を入れたか確認を取ったところ、動画なんて入れた覚えがない。とのこと。何度もやり取りしている信頼のできる相手だったので、とりあえず開いてみたところ、その映像が。なんとなく気味が悪いので、そのフォルダに入れたまま、翌日の夜、掲示板の相手に内容を伝えると、途端に相手のレスが止まり、しばらくして、今、その動画どこにある?とのレスが返ってきました。私は、どこも何もあなたがくれたフォルダの中よ。と思いながらも、確認しようとフォルダを開いたところ、なぜかどこにもファイルが見当たらない。なんで?気味が悪くなり、相手に何なのか尋ねると。やっぱり、ごめんなさい。詳しくはわからないけど、あのファイルはいわくつきで、ファイル自身が勝手にどこかに移動してしまうらしいの。との返答が、そんな非科学的なことがあるわけないと反論すると、相手は、私も冗談半分でもらったんだけど、気がついたらなくなってたんで、きっと捨てたんだと思ってたの。本当にごめんね。と、平謝り、ファイルをもらった手前もあるし、そんな怪談じみた話は信じないたちなので、そのまま水に流したんですが、先日、MP3 をコピーしてあげた友達から電話があり、何か気持ち悪いビデオ、動画、が入ってたけど、あれは何?と言われた時はさすがに寒気がしました。おそらく、そのファイルはもう友達のところにないでしょう。第17話、良き秘密、O、F、3、加盟、24歳。母の話、あまり詳しくは書けません。ご了承ください。母の名前もかなです。母は幼少の頃は徳島の山奥の村に住んでました。その日は親戚が集まり、大事な話があったみたいだったので、母と兄は隣の部屋に先に寝かされました。しかし、隣が気になり寝つけずにいると、隣から祖父の声が聞こえてきました。陽子、母の名前は、まだ若いから陽気様のご機嫌が取れんやろ、今やったら春美。母のいとこ、やで。と、母は意味が全くわからなかったのですが、助かったと思ったそうです。それから次の日に、春美の両親は目を赤く腫らして帰っていったそうです。一週間後、春美が山に行って亡くなったと連絡がありました。その連絡を聞いて母の両親はひそひそ話したかと思うと、祖父の部屋に行ったそうです。春美の葬式はひっそりと行われましたが、棺桶を担いだ母の兄は今でも、軽い棺桶やった、誰も入ってなかったんやろか、と言ってます。その後、母は兄と両親と共に村から出ました。完全に夜逃げ状態だったらしいです。母はそのことを今でも思い出すと、私らが逃げた後、他の親戚が血まなこになって山狩りをしててなぁ。とうとう私らは行くとこがなくなって、山小屋に逃げたんよ。ほな、そこにおじさん、春美の父、がたい松を持ってやってきたんや。けどそのおじは私らを見て、はよ逃げ、と言ってくれたんや。両親は何回もおじに頭下げながら、私を担いで逃げたんや。私が20歳を過ぎた時に、母はこの話をしてくれました。村で何があったかも、おぼろげながら話してくれたましたが他には漏らしたらあかん、と言われました。この話が広まると私たちがここにおるのがバレるからなって。現在私の家庭はとても明るく元気です。しかし、両親にこんな過去があったと分かってから、二人は無理して明るく振る舞ってのかなと思います。第19話、樹齢大好き、中学生、大阪府、K、O、3、29歳。今から15年ほど前の中学時代の野球部合宿での話。毎年、
夏の合宿で使っていた宿が廃業し、その年から宿が変わった。民宿でも、もちろんホテルでもなく、そこは公民館というか町営の集会所のようなところだった。もともとは地元の豪農の屋敷だったということで、作り自体はかなり立派なお屋敷といった感じの建物だったが、築100年にも届くかという古い建物で、少なり俺らは、うおう、お化け屋敷やー、と大騒ぎだった。初日の夜のこと。練習を終え、飯を食い、夜間素振りもお風呂も入った。さあ寝よかと廊下側。障子と中庭がある。の電気だけ消した時だった。おい、あれ見てみ。ふと、誰かが言った。閉められた障子には霧の影。と一緒に、髪の長い女の影。が映っていた。マジで?とかなんとか言いながらも、こっちには総勢二十数名の男が揃っている。おるわー、とかなんとか、気合一発誰かが障子を開けた。そこにはさっきまでと変わらない木々の生い茂る中庭の風景しかなかった。あたりを見回すが、もちろん誰もいない。誰もが首をかしげた。そしてそいつが障子を閉めて部屋はさらに騒然となった。そこにはやはり先ほどと同様の、女の影。が映っている。それから俺らによる検証が始まったが、何がどう映ってこんな完璧な女の形になるのかは判明しない。それにその影は動き回るわけでもないので、だんだんみんな飽きてきた。いつまでも起きているわけにもいかない。誰かが大広間の電気を全部消した。俺も疲れて次第に気にもならなくなり、うとうと仕掛けた時だった。デジュタスピデュやシンメチオブチゼのチャブオー。突然誰かが、もう何を言ったのかさっぱりわからない絶叫をあげた。みんな飛び起きて、どないしてん。なんやねん。どないしてん、とびっくりしてそいつに聞いた。と、そいつは、動きよったー、と絶叫した。見ると、女の影が消えている。そいつが言うには、なんとなくぼーっと寝ながら障子を見ていたら、女の影がそのまま横向きに体勢を変え、横滑りの感じで平行移動していったらしい。それは人間だとすれば、小走りり程度のスピードで。気持ちが悪いのは、髪の毛も少しなびいていたということだった。帰ってからしばらくは、その話題で持ちきりだった。残念ながら、翌年から場所も宿も変更になったらしい。第20話。怪力、ネズミ男の略称、栃木県、I、F、3、29歳。前にみんなでディマルニーランドに行った時のこと。僕らはあらかたのアトラクションに乗り終えて休んでいたよ。そんな時マルッキーに会ったんだ。その時友達の一人が言ったのさ。マルッキーの中身って何?そらきっと、夢とか希望とかがいっぱい詰まってるのさ。でも、どうしても僕らは確かめたかったんだ。さあマルッキー狩りの始まりです。マルッキー、マルッキー。僕らは掛け声に合わせてマルッキーの頭を押します。顎のあたりを下から小手で。マルッキーの頭は今にもすっ取れそうです。宴もピークを迎え、僕らのテンションもピークを迎えた頃。マルッキー、中身、の怒りもピークを迎えたのでした。突然友達の首をつかみ、体を壁に押さえつけたマルッキー。友達が足をバタつかせようとも、彼の足は地面についていないのです。その時ようやく騒ぎを聞いて、小人やトランプたちが駆けつけました。斉藤さん、何やってるんすか?落ち着いてください。その隙に僕らは命からがら逃げました。ディマルニーランドに行くと、今も思い出します。奴はただのネズミではないことを。第21話、格安マンションはもうこりごり。東京都警、C、3、28歳。以前住んでたマンションの一室。場所は、はっきり書けないけれど、
大雑把に言うなら新宿渋谷とも徒歩で行ける場所。緩やかな丘の上に立つ5階建てマンションの最上階。眺望は抜群で赤坂あたりまで一望できる。そんな高立地にもかかわらず、家賃は相場よりも5万ほど安い。好条件に目がくらんで、速攻契約したのは良いがおかしなことは、入居から1ヶ月も経たない頃から起こり始めた。一室を寝室、もう一室は仕事場兼リビングとして使っていた。仕事をするのは主に夜。夕方から仕事に取り掛かり、気がつけばすっかり日も落ちていた。すでにディスプレイの光がぼんやりと部屋を照らすだけになっていた。まあ、いいや。自分以外には誰もいない。そのまま薄暗い部屋の中、作業を続けることにした。それから何分経っただろう。夢中になりすぎて時間の感覚さえない。肩が凝ってきたので、大きく伸びを一つした。カタカタガタ。その瞬間、全身そう受け立った。誰もいないはずの寝室から音が聞こえる。何今の疲れているんだと思い、部屋の明かりをつけ、少し休憩することにした。寝室と仕事場をつなぐドアは開け放たれていたため、明かりが寝室に漏れている。でもなぜか確認するのが怖かった。空耳だと思うよう努めたが、今思うとあの音は、やはりはっきり聞こえたように感じるからだ。時計を見たら、12時を過ぎていた。そういえば、明日は朝一でクライアントと打ち合わせだ。休憩と言わず、このまま眠ることにした。横になり、壁際に向いた体を、くるりと部屋の方に向かって寝返りを打った。ちょっと待って今の、なんだ？あ、足元の方に、天井から何かぶら下がってる。天井の板が剥がれた？いやいや、天井、コンクリートだし、全身から汗が吹き出た。確実に誰かいる。恐怖でたまらず、部屋の鍵と携帯を取り、そのまま駆け足で外に出た。大急ぎで1階まで降り、震える手でようやく近所に住む友達に電話した。外で待ち合わせの上、うちまで来てもらうことにした。恐る恐る部屋の鍵を開けた。二人で誰もいないのを確認すれば、すべてが終わる。私の勘違いですべてが片付く。はずだった。寝室を覗いた瞬間、友達の体が大きく後ろに傾き、尻餅をついた。あ。言葉にならない声を出している友達を見て、すべてを悟った。それは、いたのだ。私には恐ろしくて見れなかった。逃げ出した後、友達が言った言葉はこうだ。首がだらっと伸びた人間が、ぶら下がってた。自殺？首吊り自殺？翌日、管理会社にクレームを入れると、抑えたトーンで答えてくれた。言いにくいお話なんですが、2年ほど前に以前住んでいらっしゃった方がお亡くなりになりまして。〇〇さんの前に入居していた方も同じことをおっしゃって出て行かれたんです。誰なんですか？女の人ですよね。違いますか？友達がまくし立てる。亡くなっていたのは、30代の女性美容師だという。原宿の店に勤めていたその女性は、夜中にその部屋で首を吊ったそうだ。遺体が発見されたのは、一月も後になってからのことで、周辺からの悪臭に対する苦情で分かったとのこと。誰にも見つけてもらえないまま、彼女の亡骸はゆっくりと腐敗し、その匂いを放っていたのだろう。第22話、俺の車に鎧が走る、茨城県、F、T、3、35歳。うちの嫁は霊感があるらしく、結婚する前にもいろいろあったらしいが自分が一緒に体験した話。2年ほど前、子供と3人で夜の湖畔をドライブしていると、子供が、お船の上にガンダムがいるよ、父ちゃんと言い。何のことだ？と思っていたら、嫁曰く、船に、鎧を着た侍みたいのがいる、とのこと嫁も、またか、ぐらいにしか思っておらず、気にせず車を走らせていると、それまで聞いていたカーステから音が出なくなり、
しばらくして突然、ガガガガガガ、と意味不明な音が流れ出し、その音に気を取られていると、止まらないで、と嫁が叫んだので、驚き嫁の方を見たら、窓の外に手だけが見えたんです。怖くなりアクセル全開に踏み、その湖畔を抜けたところで、どう？どう？時が動転しながら聞くと、もう大丈夫みたい。これだけの出来事だったんですけどね。嫁は頻繁に見るらしいのですが、でも自分自身で見えたことはこれっきり。第23話、遭遇、揺れる尻、神奈川県、S、W、3、30歳。十数年前、自分は高校の陸上部に所属していた。その日は雨で、弱小陸上部のうちらは、他の運動部に体育館を追い出され、実験棟内でトレーニングしていた。4階建ての棟内をリレーすることになり、タッチを受けた自分が階段を駆け上がり、4階手前の階段に差し掛かると、先行していた K 先輩が、上の階から、目を見開き、四つん這いで降りてきた。鬼の様相を向け、声にならないうめき声を上げながら、手足をバタバタさせる。その姿に上っとうののき驚いた自分は、後続とぶつかり、池田やよろしく階段を転げ落ちた。他の部員が、自分たちの声を聞き、なんだ？なんだ？とわらわらと上がってきた。一人の先輩が K 先輩に、どうした？転んだか？と問いただすと、K 先輩はあっち、あっち、と4階を指さした。みんなで恐る恐る4階に上がる。廊下の行き止まりにある配管室、とでも言うのか？の鉄の扉が少し開いていた。みんなで覗き込むと、間近に作業服の男の尻が、学校の職員が首を吊って自殺していたのだ。その後、警察も来る大騒ぎとなった。そのことがあった後しばらくして、K 先輩は部活を辞めた。その上学校にまで来なくなって、自主退学したそうだ。ショックなのはわかるけど、学校辞めるほどのことか？と、みんなで話していたんだけど、その後、先輩連中から伝わってきた。K 先輩が本当に見たもの、の噂を聞いた。K 先輩が最上階に駆け上がると、配管室の鉄の扉がバン、と大きな音を立てた。なんだ、と立ち止まり、配管室に目をやると、両足首をつかまれすっていんと転ばされた。K 先輩は誰だ、と腹を立てて、自分の足を見た。腹ばいの無表情な作業服の男が先輩の両足首をつかんでいたという。第24話、自動追尾する、音楽、千葉県、K、O、3、16歳。うちの学校の、ある教室のある場所で、携帯の着メロやウォークマンを聞くと、かなり雑音が混じり、聞きづらくなる。ある日噂で、ただの雑音じゃなくてメロディーになっている。と言い出したので、何人かで集まり聞くことにした。放課後、何人かで集まり、ノリノリだった S がイヤホンをはめ、しばらくすると、お、来た来た来たー、と叫び出した。雑音が混じり始めてもさらに続けて聞いていると、うおーマジで曲になってる。つーかこれ聞いたことあるぞ。回し聞きすると、確かに俺も聞いたことがある。洋楽に詳しい W が、これってクイーンの、アナザーワンバイッツアダスト、だ。これだけです。オチもありません。実はです。第25話、不思議ちゃん化けて出る、千葉県、A、B、3、35歳。長いですが、ちょっと我慢してください。まだ学生だった俺は、ちょっと古めのマンションに引っ越したんです。なんとなく公団住宅みたいな感じで、間取りの割に値段も安かった。日当たりたりは良くなかったけど、部屋の中は結構綺麗だったし、俺は、満足してました。ただ、
ちょっと怪というか妙なことがありました。時々、電話の音がするんです。プープープー。っていう、相手が電話中みたいな音。最初は、うちの電話かな?と思ったんですが、受話器は外れてないし、スピーカーからもそんな音は聞こえません。室内のどこにいても同じボリュームで聞こえるので、隣の電話の音でもないはずです。不思議でしたが、他に変なところもなかったので、あまり気にしてませんでした。冬になって、新しくノート PC を買ったついでにネットを始めました。初めて見ると、これが面白くて、毎日のようにネットサーフィン三昧。ダイヤルアップ接続だったので、電話料金が激増しましたが。ところが、接続の時に例の電話の音が聞こえてくるようになりました。接続が完了してサーバーに繋がっているのに、プープープー。やっぱり自分の電話回線とは関係ないようです。でも音源はわからない。そんな状態が2ヶ月ほど続きました。ある日、キーボードの上にビールをこぼしてノートが使えなくなってしまいました。友達が直してやると言って寄ってくれたのですが、かなり症状が進んでいた俺には、数日でもネットできないのが耐え難い。そこで、前から持っていたデスクトップでネットに入ることにしました。ただ、デスクトップの場合は、寒いのでこたつに入って、というわけにはいきませんが、こうなってはやむを得ません。電気ストーブを足元にセットして各種設定を行い、いざ接続。プープープー。またあの発信音です。その頃には俺もすっかり慣れていたので、気にすることもなく画面を見ていました。壁紙が日食だったので、CRT の暗いガラス面に自分の顔が映り込んでいます。後ろに、誰かいました。俺の肩の上に、こっちを見ている顔。とっさに振り向けませんでした。背中がスーッと寒くなり、手は動かないのに震えています。眼球だけを横に動かしました。が、それでは肩より後ろは見えません。思い切って振り向こうとしても、体が言うことを聞かない。嫌なのに、目はどうしても画面に映る顔を見てしまう。髪の毛は坊主で、眉毛もない。白い顔に大きく開いた目、真っ赤な唇。一見するとそうは見えなかったのですが、どうやら女のようです。その時、ブラウザの初期画面が立ち上がりました。画面が一気に明るくなります。だあ、俺は、大きな声を出して後ろを振り向きました。声を出すと体って動くもんですね。でも、そこには誰もいませんでした。ほっとするやら気味が悪いやら、しばらくあたりの様子を伺っていました。四角やカーテンの隙間に、何か潜んでいないかと思って。でも、立ち上がって調べる勇気はありませんでした。体を回してもう一度画面を見ました。目を凝らして覗き込みます。明るい画面でも、ガラス面にはうっすらと俺の顔が映り込んでいていました。俺の肩腰に白い顔も、わあ。俺は、大声を出しながら、財布と携帯と鍵をかき集めて部屋を出ました。次の日、泊まりに行った友達の家から、携帯で親に電話をかけました。ところが、電話に出た女の人が親は留守だって言うんです。マンションの親なのに個人オーナーっていうのは珍しい?とにかく、その女の人に事情を話してみました。すると、その人は親の奥さんだということで、詳しい話を聞かせてくれと言って近くのファミレスまで来てくれることになりました。俺は、友達の家を出てそのファミレスに向かいました。親の奥さんは俺の話を聞いていくつか質問をすると、ちょっと申し訳なさそうに、前の住民の話を聞かせてくれました。と言っても、別にあの部屋で自殺したりとか殺されたりとかそういうのではなくて、ある日、いきなり電話をしてきたと思ったら、その日のうちに出て行ってしまった、ということでした。部屋の荷物も、後から業者が来て運び出し、敷金の返済もいらないと言って、引き払う時の立ち会いも拒否したそうです。学生さんだったわよ。半年しか経ってないから、まだ学校にいるんじゃないかしら。そのマンションの近辺には、
俺の通っていた大学が一つしかありません。ここはダメ元で、奥さんに、前の住民が誰なのかを教えてくれ、と言いました。すると、意外にもあっさり教えてくれたのです。安藤くんっていう子よ。確か教育学部だったと思う。ファミレスを出た後で、サークルの教育学部のやつに電話してみた。安藤って、あの安藤さんかな。知ってるのかよ。結構有名だよ。確か1年くらい前からストーカーにつきまとわれてたって。ストーカー?女かよ。そりゃそうだろ。でも、かなり不思議ちゃんだったみたいだぜ。不思議ちゃん?芸術 A タイプっての?変な格好して、安藤さんの周りをうろうろしてたみたい。その後、何人かに話を聞くうちに、いろんなことがわかりました。安藤っての母とソータっぽい男だったんですが、でもストーカー女はそういうところに憧れていたらしいのです。だけど、安藤は女に興味がなかったので無視していると、女は安藤の部屋、つまりあのマンションの周りをうろうろし始めました。安藤は怒って、女をひどい言葉で罵ったり、物を投げつけたりしたそうです。すると、ストーカー女は電話攻勢に切り替えました。ところが、パソータの安藤は、自室にいるときはほとんどネットに接続しっぱなしで、電話はほとんどつながりません。どうやら、半分わざと塗装していたみたいです。女の電話に出ないために、やがて、ストーカー女は自殺しました。もともと不安定な子だったようですが、安藤に拒絶されて深く傷ついたようです。安藤はそれを気にやむどころか、周囲にはほっとしたなどと言っていました。ところが、それから1ヶ月もしないうちに安藤はあの部屋を引き払い、学校にも出てこなくなりました。実家に戻ったようですが、友達なんかが電話しても親が呼び出してくれない。携帯に電話しても、電源が切れていたそうです。俺は、これだけのことを調べて、あの部屋を出ることにしました。親は、まだ入ったばかりだから、ということで敷金を全額返してくれました。その後は、あの部屋には近寄りませんでした。安藤は、結局復学することもなく、退学になったそうです。あの部屋で俺が見た顔が、安藤につきまとっていたストーカー女かどうかはわかりません。ただ、あの部屋で聞こえた。プープープー。という発信音、あれは、部屋にいた何かの心の傷から漏れ出していたような気がします。第26話、不幸を呼ぶ住宅地、群馬県、I、H、3、27歳。私の家は南側が小綺麗な住宅地になっていますが、それができる前は古い長屋家でした。そこには、ちょっと精神のいったおじいさんと、父親が女作って出て行ったきり消息不明の家族が住んでいました。それは喧嘩が絶えない家庭で、ものすごかった。おじいちゃんも怪しい行動が目立ち、よく一人ではめき散らしていましたが、長屋が取り壊される少し前に錯乱したまま亡くなりました。そんなある日、私は、夢を見ました。その住宅地そばの丘で、子供が二人遊んでいます。傍ららには白い着物を着て黒くてまっすぐな長い髪をした綺麗な女の人が優しい顔で子供たちを見ています。結構距離があるはずなのに窓のすぐ外で遊んでいるように声が間近で聞こえました。やがて、子供がこちらに気がつきました。お姉ちゃんもこっち来て一緒に遊ぼうよ。と二人で窓のとこまで駆けてきました。一緒に遊びたいと思いましたが急に絶対に行っちゃダメだ。戻ってこれなくなる。と頭で誰かの声がして、私は体を固くしました。心の中でごめんね、お姉ちゃんはそっちには行けないの。とつぶやくと、それがわかったのか。大丈夫だよ。と二人で誘いをかけてきます。そして笑いながら窓をどんどん叩くんです。狂ったように遊ぼう遊ぼうって。だんだん恐怖が大きくなってきて心の中で念仏を唱えたりしてました。そして、急に女の人の顔がアップで頭に浮かびました。見てないのに見てる、
って感覚です。あんなに綺麗で優しい微笑みを浮かべていたのに私を見つめる顔からは表情が消え、女優霊のあの霊みたいな不自然な笑いを浮かべていました。白目がないんですよ。その間も窓を叩く音はやまず、急に体の中に何かが入ってきたような感覚になりました。背中から入って私の何かを窓の方に引っ張るように、必死でこらえました。絶対に行っちゃいけない、ってだけで。怖さも全部飛んで、女を睨みながら、必死で自分の体にしがみつきました。何時間もそうしていたような気がします。気づくと朝でした。その後、その住宅地に幸せそうな家族が越してきました。しばらくは仲も良く、良い家族だなぁと羨ましかったんですが、最近お父さんがおかしく、なってきたみたいです。毎晩のように聞こえてきた笑い声は途絶え、たまに聞こえる声は激しく罵り合う声と子供の泣き声です。どうしたんだろう。私の家の付近は、どうも家族運がありません。気が狂う、離散する、異常なほどの独占欲を持つ、など、その家族の家は、前いたおじいちゃんが気の狂ったまましばらく発見されずに死んだ位置と、全く同じ位置にあります。第29話、殺人暴力団にしよう。長野県、W.T.3、30歳。これは旧友のチンピラに聞いた話なんだが、そいつと、ある組の若いシュートでよく若い女を街でさらっては交尾をしていたんだそうだ。まあナンパ仲間といったところだな。で、いつも二人で車に乗って街中を流して物色していたのだが、ある日もチンピラはいつものように若いやつに誘われて街中に繰り出そうとしていたそうだ。だが、どうも急に体調が悪くなり、今日のところはやめといて、一人自宅で寝込んでいたそうだ。で、若い衆の方は単身町に繰り出したと。それでうまく上玉の女子を引っ掛けることに成功したそうだ。嫌がる娘を押さえつけ、まあ打つものを打ってぐったりした娘と無理やり成功して楽しんでいたそうなのだが。明け方、その女子の容態が急変し、あっさり死んでしまったらしい。原因は暴力と薬物の過剰摂取といったところだろう。娘はそういうものをやるのは初めてだったらしい。警察沙汰になるのだけは避けようと、早朝からそいつは自分の組にその娘の死体を持っていき、若頭に泣きついた。しかし、その娘の顔を見た若頭が凍りつく。どうやらその娘、ある名のある組長の関係者で、その筋の人々が手を出すのはやばい。さらには追かけてご法度の粉にまで手をつけていて、娘にも投与してしまっている。体中に泡と暴力の跡も残っている。これはまずい、ということで、組員数名で取り急ぎ、その娘を奥多摩の山中に埋めに向かった。しかしその道中はそれだけの目的ではなかった。差しの通り、若頭は失態を晒した若い衆も一緒に埋めようと考えていたわけだ。娘を埋める穴を苦労して掘った後、疲れた様子の若い衆の獅子をガムテープで縛り、生きたまま娘の隣に放り込んだ。激しく暴れるが構わず土を順調に振りかけていき、生き埋めに。組に帰り、このことを組長に伝えるが、なんとその組合用の廃棄所は新しく道路が通るとかで、工事が来月にも始まる予定で、すでに使ってはいけないところだったらしい。大急ぎで山に取って返し、場所を移そうとする。組員数名で現場について、まだ柔らかい先ほどの土を掘り返すと、少しずつ男女の抱き合っているような死体二つが姿を現す。すでに男も息絶えている様子だった。しかし、何かおかしい。先ほどは女の死体を放り込んだ後、その上から男を生きたまま放り込んだ。ところが掘り返すと、横に抱き合っているような形になっている。何よりも奇妙なのは、死んでいたはずの女の両手が男の首に絡みついていて、
くっきりと男の首に赤黒い指の跡が浮き出ていたことだったそうだ。どうやっても女の両手が男の首から外れず、結局その場で焼き捨てたそうだ。男の死因はどちらだったのだろうか。第30話、ペタペタママ、石川県、O、M、3、23歳。ある知り合いの保母さんから聞いた話。仕事中に子供を預ける施設で、一人の子供が、誰もいない空中を見上げて喋っていた。ママ、ママ。その子の母親が迎えに来る時間は過ぎていた。突然、電話が鳴り出した。電話を取りに行こうとしたが、その子が窓に向かって走り出したので、その子供を抱えて静止した。しばらくして電話に出ていた別の職員さんに、廊下から呼ばれて行ってみると、小声で。大変、〇〇ちゃん。その子。のお母さんが交通事故で。保母さんはその部屋に残された子供を思わず抱きしめた。〇〇ちゃん、お母さんがね。ふと子供が見上げてる小窓を見つめると、保母さんは、いや。声にならない悲鳴を上げた。2階にあるその窓に、ベタベタといくつもの手のひらの跡がついていたそうである。第31話、透けていたなら仕方ない。石川県、C、U、3、28歳。私の彼女の話。もう付き合って7年になる私の彼女が、先日泣きながら電話をしてきました。何かと思って、理由を聞いてみると幽霊に出会ったとのことでした。私は、半信半疑で話を聞き始めました。その日彼女は夕方の5時くらいに近所の大型スーパーに行ったそうです。彼女は、その日の夕食の品を買い揃えると自宅に帰りました。その途中でどうやら、幽霊に遭遇したそうです。その大型スーパーには、ペットショップがあり、そこだけスーパーの外に出店されていて、プレハブです。そこの窓にはフィルムが貼られてあって窓を見ると自分の顔が見えます。帰りに彼女は、そこを通る際、無性に窓が気になってみたそうです。すると、自分の顔の右半分から、青白い男の顔が、重なって見えたそうです。その日から、彼女は、朝電車を待っている時も、家に帰ってマンションの廊下を歩いてる時も、その男に会っているそうです。私は、なんで、幽霊だって思うの?と聞いてみました。彼女は一言、透けていたから、とだけ言いました。彼女の身に何かあったわけではないんですが、もし何かまずいことでもあったらどうしようと思って書き込んでみました。何か、対処の仕方があったら教えてください。第34話、おはようからお休みまであなたを見つめる〇〇。山梨県、K、K、3、20歳。まだ小学校の高学年ぐらいの頃、母子家庭の僕は、札幌郊外のボロアパートに母、兄と3人で暮らしていました。その日は確か中学生の兄の修学旅行の日、母と二人の晩のことでした。当時、そのボロアパートには風呂洗面所がなく就寝前の歯磨きは今の奥の2畳ほどのスペースの台所で行っていました。当時僕の通っていた小学校では歯磨き習慣みたいなことを定期的に行っており綺麗な歯の生徒には賞状と粗品のようなものが配られていたんですね。僕は、結構その賞状を毎回もらっており、もちろんそれは日々の入念な歯磨きの成果だったわけです。その日もいつも通り入念な歯磨きを、長い時間かけて行っていました。すると背後に人の気配がするんです。多分母親だろうと、別に気にも留めず、歯磨きを続けました。振り返りもせずに。当時僕の歯磨きに要する時間は15から20分と、結構長かったと思います。しかしその気配は消えることなく、その長い時間ずっと僕の背後に存在していました。振り返ってみたわけではないのですが、明らかに中年の女性の気配だと認識できたんです。
そしてその気配がどんどん近づいてくることもわかりました。明らかにその気配が僕のすぐ後ろに立っていることがわかりました。それは呼吸すら感じる距離まで僕の背後に近づいていたんですから。それでも僕には恐怖心のようなものはありませんでした。その気配が母のものだと思っていたからです。狭い台所でしたので、多分歯磨きの順番待ちしてるのだろう、ぐらいに思っていました。そしてようやく歯磨きを終えた僕は、うがいを済ませ、振り返り、終わったよ、と一言、しかしそこには母の姿はありませんでした。そしてその瞬間、玄関でわずかな物音。急いで玄関に行きましたがやはり誰もおらず、玄関の鍵も閉まっていました。言いようのない恐怖感が僕の中に広がり、急いで母が寝ている部屋へ。そこにはいつも通り布団に入り、女性誌を読む母の姿がありました。ねえ、僕が歯磨きいてるとき後ろにいた？いないわよ、ずっと本読んでた。平然と答える母を見て、恐怖が倍増。すぐ背後に吐息まで感じた気配が何だったのかは今でもわかりません。それ以来歯磨きに要する時間は減り、虫歯ができたのは言うまでもありませんが。第15話、終わりよければすべてよし、神奈川県、J、A、3、37歳。高校の文化祭で文化局長をやってて忙しかった時期に、男の霊を見ることがあった。俺が執行室で仕事をしていると、いつの間にか、青ざめた表情で目の前に立っている。初め見た時はビビっておしっこ漏らした、大量に。でも本当に忙しかったから、途中で辞めるわけにはいかなくて、次から現れても無視してた。何度現れても無視してたので平気になったが、しばらくすると俺にちょっかい出してきたので、ぶん殴ってやった。ぶん殴ったが、スカッと空振りしたので、忙しいんじゃボケ。丸×三角形。とめちゃくちゃわめき散らしたら、悲しい顔をしてすっと消えた。それから見なくなって、無事文化祭は終了。彼のことは忘れてしまった。しかし最後の最後に気になったので、卒業式の前日に執行室に会いに行った。彼はいた。むしろ懐かしい気さえした。線香をあげて部屋掃除してあげたら、悲しい表情が少し緩んだ気がした。20年も前の話だが、あいつは何者だろう？まだいるのかな？おしまい。